竹内さん、おはよう。今日の会議用の資料をもう印刷しといたから。ああ、全然大丈夫、全然大丈夫だよ。ほら、昨日、竹内さん、彼氏とデートって言ってたから、遅刻するんじゃないかと思ってさ。<laughs> いや、言ってたじゃん <laughs> まあ、彼氏と遊ぶのもいいけど、ほどほどにね、<laughs> 仕事に支障がないようにお願いしますよ。<laughs> 中島くん。よかったら、お昼一緒にどう もう山田くんたちと行くところ決まってるんだ。あ、そうか。あ、そうだな、中島くん。ちょっとこれあの別件になるんだけども、あのー、ま、あ、山田くんにも言えることなんだけどね。中島くんたちね、僕ら世代の先輩たちとのコミュニケーションっていうのかなが、ちょっと不足してるかなっていう。う やっぱりコミュニケーションっていうのはもう何においても大事なものだからまあ仕事する上でも絶対欠かせないものだしうんそこもうちょっとうん考え直さないといけないのかなっていうのはうんあの僕もねよく部長と喋ってて最近の若い社員の話になった時にねうんまあ正直なところ中島君の名前は出てるうんあんまりいい意味ではなくねうんまあ僕が 部長との間に入って、つなぎの役目になるから、もう何でもあの、気軽に相談してよ。うん。頼むね。うん。じゃあ、お昼行っといて。お昼休憩の時は、仕事のことは忘れないとダメだよ。はははは。クライアントさんが来られることが分かってる時は、やっぱり10分から15分前にはその部屋に入って、エアコンをつけて、快適な温度にしておく。これは徹底してほしいかな。やっぱり、 そこからもうクライアントさんの評価っていうのは始まってるわけだから、はい。部長なんでしょうかあ来られてからつければ OK ですかわかりました。まあ臨機応変だよね。ケースバイケースで考えて。今、会社全体で節電の流れにもなってるしね。それがね、これも覚えてほしいんだけど、もし僕と部長の指示が違った場合、これはね、 僕の指示に従うのは、絶対やめて。それだけは絶対しない。それを約束してほしい。うん。こう、やっぱ見てるとね、目の前のことでいっぱいいっぱいになるタイプというか、うん。そこはもう、ちゃんと落ち着いて。もう間違っても大丈夫だから。うん。ん何あの、今、時間内に送らなきゃいけないメールがあるから、君のは何急ぎ急ぎなの もう、じゃあ後にしておい、柳沢俺今手を離せないって全員に言っとけ柳沢くん、お疲れ。ブラック飲める。あ、え、は、え、いはい、えい,いい,い、い,いい。さっきテンパった。大丈夫 <laughs> いや、僕も実はあれ、怒ってるとこでは全くなくて、うん、やっぱり、 急ぎでやらなきゃいけない仕事ってものがあるから、まあ、そこに集中してたっていうだけだから。あの、柳沢くんのことが憎いとか全くないからね。<laughs> 全然気にしなくていいよ、あれ。<laughs> あれ、ジンギスカン好きああ、じゃあ今度連れてってあげるよ。<laughs> お疲れ様。はい、お疲れ。あ、中島くん。ちょっといい。ちょっと座ってくれる。うん。あの、中島くんね。 今日僕にメールで資料送ってくれたじゃない。あれ、僕からの返信ってなかったよね。うん。あれ、あえてしなかったのね。なんでかっていうと、資料が正しく添付されてなかった。<laughs> そ,うそ,うそ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 う。うん。やっぱり、確認しましたっていう返信がなかったときは、 あれどうなりましたって一声かけてくれなきゃ。送ったからはい、OK。それで終わりじゃないよね。うん。コミュニケーション取りましょうっていうのはこういうこと。<laughs> これがずっと言ってること。そうそうそう。やっぱりコミュニケーションがちゃんと取れてると気軽にあれどうなりましたっていう話ができるじゃない。うん。それができないからこういうことが生まれるっていう話だよね。うん。まあ、これで、 中島くんも、コミュニケーションの大事さっていうのは身をもって分かったと思うから、うん。次から気をつけて。いいね。よろしく。じゃあお疲れ様。あ、竹内さんお疲れ様。俺、竹内さん、なんかちょっとおめかししてないそんなことないはははは。は <laughs> い パワハラとセクハラで首いやいやいや、部長、それは絶対ないですよ。あの、僕はね、その、怒鳴ったりだとか、下ネタみたいなこと言ったりだとか、もうそれ一切ないですからね。全然該当しないと思いますよ、そんなことには。えじゃあ、その、直接的なワードとか何か言わなくても、そういう積み重ねが、パワハラになっちゃうっていうことですか ええー、なるの <laughs> れ誰が言ってるんですか全社員。